何それ、はい、何それ何イメージ。お気に入りの雲可愛いですけどね。こういう理由だからクマちゃんにしたとかはないんですか。ああ可愛いイコールクマみたいな、まあ、特に意味ないそうですね可愛いですよね。ここからはですね3時のおやつということもありまして、皆さんにおすすめのお菓子をリポートで教えてくださいということでこの時間帯募集しておりました。早速ではありますが、皆さんどんなおやつ食べているのかな、気になりますね。リポートでご紹介していきたいと思います。ではまずはこちらのリポートからです。大阪府大阪市白ご飯さんからのリポートです。ありがとうございます。あれ違かった、来ます。はい、見ていきましょう。3時のおやつ、ゆかり皆さんこんにちは。今日のおやつは最近ゆかりがゆかりんがハマっている甘酒をアイスにした、甘酒アイス、これ食べたい、うわこれは食べたい、最近ハマってるんですゆかりがハマってるんです甘酒で今私の中でブームなんですよね。ゆかりに全力でおすすめ、もちクリーム、もちクリーム絶対美味しいじゃないですか。最近は全国展開しているのですが、もともと神戸三宮の会社なので関西初なんですよ。きなこ餅の中に甘酒たっぷりのアイスが、これは極上の味わい、きっとアイス大好きなあやちも気になるような気がしますねと。あ、今いる今いる、あ、見てる見てる、甘酒アイスだって初めて見たって言ってます。美味しそうだよね、ねつらいって言ってたこれは食べたくなりますね。それでは皆さん、ゆかりんいいおやつタイムをといただきました。これもう関東とかにもあるんですかね、ちょっと探してみよう。もちもちなんでしょう、きなこ餅に甘酒って絶対合いますよね。いいな、探してみます。ありがとうございます。 ありました、本当、じゃあ買いに行こう今日。イオンにあったって、あ、でも大阪でしょ、だから関東にある、関東のイオンにあるかな、探してみます。では続いて見ていきましょう。続いては愛知県日進市みのむし愛知さんからのリポートです。ありがとうございます。3時のおやつ、あなたと私の甘い時間のコーナー、こんにちは。地元の名古屋にある洋菓子屋、洋菓子テイ木村さんのオリジナルクッキーです。レモンちゃんとオレンジくん、ビスケットではないんですけどね。今日はビスケットの日と来てます。あ、そうです、今日ビスケットの日なんですよね。まあ、クッキーということで送ってくださいました。なんでも小宇宙の庭の中でオリジナルなお菓子を作るというコンセプトらしいです。なんか面白いコンセプトですね。コーヒーもいいけど紅茶にも合いそう。奥さん作のオリジナルのお皿とコップでいただきます。手作りのお皿とコップで、かわいい、おしゃれですね。これはレモンちゃんがどっちだろう。あ、そっか、女の子の方がレモンちゃんで、男の子の形してるのがオレンジくんだ。匂いとかも結構するのかな。美味しそうですね、素敵。あ、そうそう、オレンジフレーバーのクッキーで美味しかったですって今ソラチャットにいらっしゃってますね。ありがとうございます。レモンはレモンフレーバーなんですか。レモンフレーバーってあるのか。オレンジは匂いしますけどね。あれかな、ちょっと皮が入ってるのかな、レモンとかオレンジの多分あ、匂いもレモンしますか。爽やかな感じ、確かにそうですね。
はい、いや可愛らしいリポートをいただきました。ありがとうございます。その他にもたくさん届いていたんですが、ちょっとお時間の関係上ここまでとさせていただきます。この後ゆっくり私の方で見させていただきます。おやつの参考にしたいと思います。リポートありがとうございました。以上、あなたと私の甘い時間でした。それではここで一旦インターバルです。
にちは。2月28日火曜日、時刻は16時3分を回りました。ソライブアフタヌーンです。白井ゆかりがお送りしております。よろしくお願いします。それではここからは毎正時皆さんにお伺いしております今の天気、空ボタンでまたお伺いしていきたいと思います。青雨、赤晴れ、緑曇り、黄色雪みぞれの4択です。晴れの風船も上がりました。ぜひコメントでもですね、皆さんの、いらっしゃるエリア、地名とお天気と教えていただけたらと思いますが、どうでしょうか。この時間も穏やかに晴れてます。立川市、東京清瀬の方も晴れてます。穏やか日和です。筑波も晴れてます。室蘭市晴れりん、驚きの青さ、青空しっかり広がってそうですね。空気も澄んでますでしょうか。愛知日進市、変わらず晴れています。ニコニコ生放送の皆さんからもいただきましたね。愛媛松山、ゆかりんばれ、ありがとうございます。いただいております。千葉は日が傾き始めました。鹿児島はよか天気でごわす。富良野市、また雲が空を覆い始めてきた、晴れ。町田はチラ見してたら晴れてた。おお、だいぶね、雲も少なくなった関東エリアなんですが、日差しが届いてるところ多いでしょうか。現在千葉幕張のお天気カメラご覧いただいております。そうですね、確かに日が傾き始めましたでしょうか。この時間も日差しはしっかり届いているようです。で、暖かそうですね。日差しの暖かさ、ぬくもり感じられそうです。その他のエリア、福岡は薄雲出てるよ、暑かったよーと。暑かったよ、その他 LINE ライブからも、静岡は曇り、夕日アウトになってます、見れなさそうということですね。品川は晴れ、フレッシュからも届いてます。 YouTube ライブからは愛知の方ですね、晴れてる、車の中はポカポカ、日差しだいぶ強くなりましたよね。その他越谷、埼玉ですね、晴れ報告。堺市も晴れ、栃木桜市晴れ、気持ちのいい散歩日和、行ってきましたということで、お散歩確かに気持ちよさそうだな。たくさんのコメントありがとうございます。名古屋も晴れてますね。富山の方は、どんぐもり、もっと光が欲しい。静岡であたりと北陸のエリアがちょっと雲がね広がっているようなコメントもいただきましたけれども、そろそろ空ボタン集計していきましょう。空ボタン集計5秒前、4、3、2、1、終了。はい、ということで空ボタン集計しました。結果を見ていきましょう。ドン、晴れ報告135、曇りが16。まだこの時間もやはり晴れてるところが多くなっています。雨が1という結果になりました。ではエリア性確認していきます。マップで見ていきますと、北海道、東北のエリア、雲が広がってるところもありそうですね。あとは北陸、静岡周辺、沖縄もやっぱり今日は曇り報告となっています。その他のエリア、広いエリアで穏やかな空、この時間も続いていますね。はい、ということで16時のお天気、空ボタン、そして皆さんからのコメントで確認をしていきました。ご参加いただきましてありがとうございます。それではここからはこちらのリポートじゃなくって、こちらのコーナーに参りましょう。キャスリポ、ゆかりが知りたいよ、キャスリポです。いいよ。さあ、ではここからは日替わりキャスターコーナーです。キャスターの名前に由来したリポートをご紹介していきますよ。ありがとうございます。私はですね、白井ゆかりのゆかりを取りまして、縁のある、ゆかりのあるリポートをご紹介していきたいと思います。さあ、今日はどんなキャスリポなのかと言いますと、本日2月28日はですね、72項で草木芽生えいずるという日になっています。草木芽生えいずる、漢字で書くと草、木、あとは萌えの萌えと動くという漢字が4つ並ぶんですけども、この時期は草木が芽吹き始める
時期というないうふうな七十二項になっております。なので今日のこの七十二項の草木芽生えいずるというこの日にちなみまして、春の訪れのリポートをご紹介していきたいと思います。では早速見ていきます。東京都千代田区たけちゃん2さんからのリポートです。こちらは万作というお花なのかなだそうです。こんにちは。白い雲がたくさん浮かび、隙間から少しだけ、青空が見えています。写真は日曜日に行った自然公園で撮ったもの。木々の芽吹きも始まらない季節に黄色い花を咲かせ、いち早く春の訪れを告げる、花木だそうです。花がよく咲けば豊作など、稲の作柄を占っていたものだとか。そこから満作の名がついたとも。開花期が早いことから、まず作や真っ先が変化して満作と言われるようになったという、語源もあるらしいですというコメントとともにいただきました。前からね、見てみたいなって思っていたそうなんですが、実際に見られて嬉しかったですというコメントもいただいています。私見たことないかもしれないな、満作。いち早く春の訪れを告げる花木ということだそうです。なので、他のね、春などに見られる、草木などに比べると、ちょっと早いタイミングで見ることができるということですので、これがね咲いて、確かに線香花火みたいですね。黄色いところが多分お花の部分ですよね、これは。どんぐらいの大きさなのかもちょっと気になるんですけども、私もね実際に見てみたいなと思いました。リポートありがとうございます。もう線香花火にしか見えなくなってきましたね。パチパチパチってなってるような満作の花です。では続いて栃木県の佐野市福次郎さんからのリポートです。ありがとうございます。こちらは仏の座です。あぜ道や田畑に一面赤紫の花が咲き誇っています。年越しをしながら成長を続けて、春先に咲き出し春の訪れを知らせる、草花です。春の七草の仏の座はまた別なものですということでコメントもいただきました。これはよく見ますよね。確か七草がゆのイメージもありますね。あまり見かけません。結構そう、あぜ道とかは多いんじゃないかな。ピンク色だからね、ピンク色だから結構見つけやすいですよね。土が柔らかくないと育たない子。蜜を吸うと美味しいのは違うんじゃないですか。それツツジじゃないね。もっと仏の座ってすごいちっちゃいですよ。仏の座も蜜吸うんですか。嘘、すごいちっちゃいお花ですよね。今度よく見てみてください。結構ありますよ。見かけやすいお花だと思います。では続いて見ていきましょう。続いては兵庫県の稲美町水星ひよこさんからのリポートです。ありがとうございます。つくしが土の中から顔を出しました。体感は真冬ですが春の訪れ感じますといただいています。いいですね、つくし。つくしが開いてしまう前に摘み取って卵とじとかで食べてっていうのをやったことありますね。小学生の時かな、学校の授業とかでやりましたよ。つくしを取って卵とじと、あとはあれですね、よもぎを摘んできて天ぷらにして食べたりとか。あ、おひたしね。佃煮食べたことないな。そう、家庭科でやりましたね。
その時初めてつくしって食べれるんだって知りました。ちょっと苦味もあってね、美味しいですよね。春ですね。では最後、東京都世田谷区、マーモさんからのリポートです。ありがとうございます。これはもう本当に春っぽいなって感じでますかね。世田谷にも春の訪れ、吹きのとう、しかし寒いですね、午後も元気に行きましょうと。昨日いただいたリポートなんですが、吹きのとうを見ると、ああもう冬も終わりかなって思ったりもしますよね。教科書に吹きのとう、なんだろう、国語、吹きのとうっていうあれだったんですか、国語の教科書ありましたっけ。吹きのとうこの子ら辺じゃそんなに頻繁には見られないですけど、あったかも。全然覚えてないです。国語の教科書に出てくるよ。本当あったのかな。年代で違うからかな。お塩で食べたい、天ぷらにしてね、あら塩、うわ最高ですね。美味しそう。もう食べ物ばっかりつながってしまうんですが、こんなところから春の訪れも見られています。今日は七十二候の草木、芽生えいずるとなっています。以上、キャスリポご紹介していきました。さあ、それではここからはこちらのコーナー参りましょう。皆さんお楽しみだったこちらのコーナーです。キャスくじ、明日への運試し、キャスくじです。携帯電話、スマホご用意ください。キャスターが持ったくじの中身が高速で変化していきますので、スマホや携帯電話でここぞというタイミングでパソコン画面を撮影したり、あとはスクリーンショットしていただければと思います。その瞬間に表示されていたキャスくじが手に入ります。皆さん、明日の運試し行っていきましょう。私も一緒に参加していきたいと思います。ではではでは、携帯用意して準備 OK。 じゃあ私こっちでやろうかな。はい、こっちでやっていきます。今日また私の写真も追加されていますので、皆さんじゃあ1枚ですね、写真を撮ってみてください。準備いいですか。いきますよ、いきますよ。まあ連写してもいいんですけど、でも一発勝負がいいんじゃないですか。やっぱ運試しじゃないですか。私も1枚撮りたいと思います。じゃあ行きます、よーい、スタート。どうしよう、いつのタイミングがいい。あー、やばい、早い、よいしょ。どうだろう。あー、ちらほらいらっしゃいますね。あ、もう終わっちゃった。これなになになに。私ね、ああ、今日だった。今日だったし、でもゆりちみさんです。永井さんだ。永井さんで今日なの？でもコラーって言ってるからか。怒られちゃった。永井さんに怒られちゃったよ。私これでした。あ、さっきいらっしゃったみたいで、でもある意味当たりですね。やったやったやった。私と同じ方いらっしゃいますね。お、大吉、中吉。私大吉？もちろんもちろん。中吉も私かな？ね、なのかな。私まだ見てないんですよね、中身。あ、それか、大吉ね。はいはい、あったかい飲み物でほっこり。中吉はこれか。
優雅な一日。へえ。あとは今日ですか。あ、これ、あの、今日とかで。これは何なんですか。これ別に関係ないですもんね。大吉とか過去のトラウマがよぎる。いやー、いい笑顔なんですけどね。ちょっと嫌かもしれないな、これは。あ、今日これでした。いやでも明日ね、明日の運試しですけど、これに注意しておけばいい一日が過ごせるかもしれませんよ。うん、ぜひぜひこのおみくじで何が出たか、皆さん人それぞれ違うかと思いますが、明日もいい一日になりますように、私からお祈りしておきます。以上、キャスくじのコーナーでした。さあ、それではここからは全国のお天気見ていく前に、お天気カメラ幕張の空の様子を見ていきましょう。
こんばんは。明日の全国の天気をお伝えします。明日は各地でお天気下り坂、雲が広がるところが多くなりそうです。それではここからは全国のお天気をアイコンで見ていきましょう。明日3月1日のお天気アイコンを見ていきます。日差しも届くところがありそうですけれども、だんだんと雲が広がるところ多くなっていきます。お天気は下り坂となっていきそうです。そして太平洋側、特に西日本の太平洋側のエリアほど雨の降り出すところが多くなっていきますので、お出かけの際には雨具をお持ちください。そして今日よりも寒さが控えめというところが多くなっていきます。雪の積もっているエリアでは融雪による落雪や雪崩などにも注意が必要となりそうです。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。全国の天気をお伝えしていきました。先ほどですね、ちょっと言い忘れてたんですけども、キャスクジのコーナーでハッシュタグでツイッターでぜひぜひこちらですね、ハッシュタグキャスクジで今日の結果ツイッターに投稿していただければと思います。皆さんどんなくじだったのかぜひ教えてください。送りました。ありがとうございます。また後ほど見ていきたいと思います。それではここで一旦インターバルです。
こんばんは。ここから皆さんからいただきましたウェザーリポートをもとに全国の天気をお伝えしていきます。まずは北海道浦河町ヒーベルさんからのリポートです。ありがとうございます。少しだけ春の気配を感じる光の中です。すやすやというリポートいただきました。気持ちよさそうに寝転がってますね本当に日差しのね、ぬくもりを感じてポカポカにもなってるかな。北海道的にはこの日差しがね、暖かく感じるというようなところもありそうです。この大間さんの表情を見てるとこちらもこう眠たくなってしまいそうな、そんなリポートですね。ありがとうございます。では続いて見ていきましょう。静岡県静岡市翔之助さんからのリポートです。ありがとうございます。雲行きが怪しいですといただきました。今日は穏やかな空が広がっているところが多くはなっているんですが、こちら静岡では雲がだんだんと広がってきているということで、すっきりしない空模様になっています。この後雨の降るタイミングなどがあるのかどうかというところも確認していきましょう。皆さんからのウェザーリポートをご紹介していきました。それではここからは予報センターと最新のお天気見ていきます。予報センター草田さん、はい、よろしくお願いします。現在のお天気から確認していきたいと思いますが、はい、この時間も晴れてるところは多くありそうですか？そうですね、一部雲は広がっているんですが、はい、現在は晴れているところが非常に多くなっていますね、はい、関東ですとか西日本のエリアよく晴れています。ただ静岡県の周辺では雲が広がりやすくなっています。湿った空気が集まりやすく、この後山沿いを中心ににわか雨、にわか雪の可能性がありますので、関東西部から静岡、山梨の山沿いのエリアの方は特ににわか雨にお気をつけいただきたいと思います、はい。北陸では、ちょっと雲が広がっているんですけれども、雨や雪の心配はなさそうですね、はい。そして北海道エリアなんですけれども、東北方面今あまり雪の報告いただいていないんですが、レブン、利尻のあたりでは雨、はい、そして稚内方面では雪になっているところもあります。この後明日にかけてまだ雪や雨が降りやすい状況が続きますので、傘の出番となりそうです、はい。そして沖縄方面も先島諸島に雨雲が流れ込んでいます。激しく降るような雨雲はあまりないんですが、パラパラさっと雨を降らせますので、はい、この後も折りたたみ傘があった方が良さそうですね。
はい、そして今日はとてもよく晴れて穏やかな空になっているんですが、これは高気圧に覆われているせいですね、はい、でこの高気圧は明日になりますとだんだんと東の海上へ離れていきまして、大陸の方から低気圧が接近してきたりですとか、はい、あと日本の南海上にも一つ小さな低気圧が発生する可能性があります、はい、この低気圧の影響もあって雲が広がりやすくなったり、高気圧の縁を回る湿った空気の影響で太平洋側ほど雲が広がりやすく、にわか雨の可能性がありそうですね、はい、各地の天気アイコンを見ていきますと、西日本、高知ですとか鹿児島、宮崎のあたりでは、にわか雨の可能性があります。宮崎や鹿児島ではもう日中のうちから雨の可能性があって、高知ですとか西日本の太平洋側、東海エリアなどは、はい、特に午後ですね、午後から夜にかけてにわか雨の可能性があります。遅い時間帯ほど雨雲が流れ込みやすくなりますので、折りたたみ傘は、帰りの時間帯はあった方が良さそうですね。はい、大阪ですとか東京などはあまり雨のアイコンついていないところも多いんですが、はい、深夜とかですね、夜遅い時間帯になればなるほど雨雲が、発生しやすくなっていきますので、最新の情報を確認して帰りが深夜になる方は念のため折りたたみ傘があると安心といったところもありそうですね、はい、そして北海道も、雪のアイコンついているところもあります、うん、札幌は、はい、まあ、午前中などは日差しのチャンスもありますが、だんだんと雲が広がってきて夕方以降にわか雪の可能性があります。そして稚内では雨のち雪のアイコンですが、1日を通して雨雲や雪雲が流れ込みやすい状況です。今日は、雪になっているところもありますが、明日はみぞれですとか、はい、雨混じりの状況になるかと思われますので、路面状態の悪化にお気をつけください。はいはい、そして明日の体感の予想なんですけれども、はい、各地で、また気温が上がりそうですね、朝の冷え込みはまた強いですけれども、昼間は15度前後まで上がるところもあって、日差しが届けばぬくもりを感じられますが、今日に比べると雲が広がりやすいエリアが多いです。薄雲が広がって日差しが少し遮られたりすると、はい、体感温度が下がる可能性がありますので、服装でうまく調節をするようにしてください、はい、そして雲は広がりやすいんですが、やはり花粉の飛散も心配ですね。九州ですとか関東西日本のエリアではすでに本格化しているエリアもあります、はい、そして明日は風向きの関係もあって、山陰ですとか北陸エリアでもやや多い予想になっておりますので、日本海側のエリアの方も対策をしてお出かけください。はい、わかりました。それでは明日の空読みはどのようになっていきますでしょうか。はい、では明日の空読みですが、こちらの4点ですね、ご注目いただきたいと思います。はい、まずは北日本のエリアですが、雲の輪郭が全体的にはっきりしているときは雨雲、全体的にぼんやりしているときは雪雲になります。西からやってくる雨雲、雪雲に注目してください、はい、そして雲が低くなってくるほど雨が近いサインです。南海上から広がってくる雲に注目してください。そして先島諸島なんですが、特に濃いグレーの雲が、あると、雨が強まるサインとなります、ざっと雷を伴って強く降る可能性もありますのでお気をつけください。そして春や南雲は天気下り坂のサインです。あさって2日は、広範囲で雨の可能性がありますので、こういう下り坂のサインが見えるかどうかに注目してください。はい、わかりました。明日はだんだんとお天気下り坂となっていくところも多くなっていきますが、はい、まだ雪の残っているようなエリアでは融雪とかも注意が必要にはなっていきそうですかね。そうですね、やはり気温が少しずつ上がっておりますので、雪解けによる路面状態の悪化ですとか雪崩、屋根からの落雪にはお気をつけください。はい、わかりました。草田さん、ありがとうございます。最新の天気、そして明日の天気を確認していきました。それではここからは全国の天気をアイコンでも見ていきましょう。全国の天気をお伝えします。まずは今日この後の天気です。全国的に穏やかな空が広がっています。ただ東海や山梨ではにわか雨の可能性がありますので、空の変化にご注意ください。また積雪エリアでは雪解けが進むため、屋根からの落雪や路面悪化に要注意です。花粉が飛びやすくなっているので、花粉症の方はしっかりと対策をしましょう。体感は1日の寒暖差が大きくなるエリアもありますので、服装でうまく調節をしてください。続いて明日の天気です。沖縄は雲の多い空、先島諸島では雨が降ったりやんだりします。過ごしやすい体感です。
九州から近畿は薄雲から日差しが届いてもだんだんと雲が優勢となります。太平洋側ほどだんだんと雨が降り出しますので外出には傘が必要となります。雲が多くても今日よりも寒さが控えめとなるところが多くなります。中部から東北は雲の間から日差しが届いていてもだんだんと雲が多くなっていきます。あさってからは雨が降りますので外での活動は明日までにしておくのが良さそうです。ただ東海や山梨では夜は雨が降りますので早めに帰宅もしくは折りたたみ傘をお持ちください。また北陸エリアでは今日よりも気温が高く融雪に注意が必要です。北海道は東北で雪やみぞれが降ったり止んだり路面のぬかるみや冠水、雪崩にご注意ください。その他のエリアも雲が優勢ですが太平洋側ほど日差しが期待できそうです。寒暖差に備えて服装でうまく調節をしてください。以上全国の天気をお伝えしました。全国の天気をお伝えしていきました。明日は太平洋側のエリアほど雨が降り出します。その他のエリアでも雲が優勢の空が続いてしまいそうです。さあそれではここからはですねこちら見ていきましょう。ハッシュタグキャスクジ見ていきましょう。先ほど行っていきましたキャスクジのコーナーで皆さんどのくじを引かれたのかをツイッターでハッシュタグでですね教えていただいておりましたので早速見ていきたいと思います。どうかな、こちらです。ハッシュタグキャスくじで調べます。永井ちゃんに怒られた、麻婆さんこらこらこれある意味レアですよね。私もちなみにこれだったんですよね。でもちょっと嬉しい。え？あ、立石さんも？いや、スタッフ率高いですね、永井ちゃん。でもこれ嬉しくないですか？私嬉しいんですけど。今日だけど嬉しかったです。りっくんさんは中吉、ピアノの音色に癒されたいです、いただきました。全然鍵盤上の方にありますけどね。弾いてる風。そしてあ、おめでとうございます、トレボーさん、大吉、嬉しいって来てますね。あ、そう言っていただけて私も嬉しいです。あったかい飲み物でほっこり。おお、大吉です。じゅんさん、やった、いい一日になりそうです、おめでとうございます。ちょっと待って、ひぐまさんのやつ面白い。ゆりちゅみさんのコラーにうっすらパニキがガクブル。これすごいですね。これすごくないですか。変わる瞬間だ。混ざった。すごい。それになんか手の感じが顔の位置とかが一緒だからかな。すごい面白いね。え、永井さんの顔が怖くなっちゃってますよね、かぶってるから。なんかスタンプついちゃってますよ。ゴンちゃんさんは2日連続パニキーは草しか生えない悲しみってきてますね。これいつもいるのかな。寝頃さんのやつっていつもいるんですか。あ、これは違います。へえ。
毎日ね、寝頃さんが見られるのはこの瞬間だっていうコメントもいただいています。ハヤトさんは大吉だ、ありがとうございますといただきました。何がいいかな、飲み物。ココアがいいかな、可愛く。あ、それかあったかい甘酒でもいいですよ。うん、全部出たかな。これ永井さんで、これ私さっきも出ましたね。で、ねごろさん、あ、永井さん引いた方多いですね。あ、で、あった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 、これね、これ。え、猫の手も借りたい忙しさ今日、カンタロウさん、え、2日連続なんだ。これ全部揃ったかな。はい、ということで皆さんはどんなくじだったでしょうか。ハッシュタグキャスくじ見ていきました。さあ、それではここからは届けこの空この瞬間、皆さんからいただきましたウェザーリポートを見ていきたいと思います。どんな届けな空だったんでしょうか。見ていきますよ。まずは埼玉県埼玉市しおくんさんからのリポートです。ありがとうございます。皆さん、ゆかりんこんにちは。この時間ちょっとひんやり風は吹いているけれど、さほど寒さは感じません。澄んだ青空とこれから沈みゆくお日様が心地よく癒されますね。バッチリ夕日も見られるでしょう。おっと、これから夜勤なので夕日が沈む頃は仕事中だ。でも綺麗な夕日をみんなが見られますように。綺麗な夕日届け。ではゆかり残りのアフタヌーン頑張ってといただきました。ありがとうございます。こちらの空は青空広がっていて、お日様だいぶ傾いているのが分かりますね。この後は夕日も綺麗に見られそうです。ありがとうございます。では続いて見ていきましょう。北海道釧路市やっちさんからのリポートです。ありがとうございます。綺麗な青空が広がっています。この空届けといただきました。うおー、いいですね。澄んだ空、こちらに届いております。青空ランキングもいい順位出そうな、そんな青さですね。ありがとうございます。さあ、では続いてこちらです。東京都中央区ねえねさんからのリポートです。ありがとうございます。風は冷たいけどいいお天気です。青空そらともさんに届けといただきました。東京も晴れましたもんね。アフタヌーンの時間帯始まってから晴れの報告がほとんどになりました。真っ青ですね。お天気カメラ若干空は霞んでたりもしたんですけども、それでも晴れの報告多くいただきました。今日は青空がたくさん届いて嬉しいですね。ご参加いただいた皆さん本当にありがとうございます。はい、ということで今日は初めてのソライブアフタヌーンをお送りしていきました。私そしてスタッフさん含めの初めてのアフタヌーンだったんですが、キャスクジはね、永井さんも参加してくださいまして、今日だけど今日じゃないっていうね。私も永井さんが弾けたのでなんか嬉しいですね。明日も頑張れそうです。明日のお天気も確認していきましたけれども、明日からのお天気下り坂ですね。雲の広がっているエリアも多くあります。雨の降り出すエリアも太平洋側ほど多くなっていきますので、最新の情報などこまめにご確認いただきながらお過ごしいただければと思います。さあ、それではここからはクロストーク行っていきましょう。この後ソライブイブニングはさやねさんです。よろしくお願いします。今日は本当に晴れてるところが多かったんですけども、はい、さやねさん花粉症でしたっけ。やばいやばい今日やばいやばい今日はやばい。そうなんですよ。びっくりしちゃった。あの外に出て戻ってきたらですね、もうあの鼻水、止まらない、目かゆいの止まらないで、もうすぐにあのお薬飲みました。お薬飲むとそうもっとするっていうのを、昨日気がついて我慢してたんですけど、これあかんわ、今日はダメだと思って。いやそうなんですよ、もう本格シーズンインしてるところもありますからね。ですね。皆さん気をつけていただきたいと思いますけども、はい、そうですね。そんなところからもこう春を感じますが、今日の空見どこちらになります。春の訪れです。
春の訪れなんだけど、これ何何これ、何これ、桜に怖い目とくしゃみしそうな感じですね目大きくないですかプリクラかよって言われてますけど本当ですね、あ、地震の情報入ってますね、入りました、はい、予報センターから地震に関する情報をお伝えいたします。最大震度4、マグニチュード 5.9 と推定される地震が東北地方で発生した模様です。最大震度4、マグニチュード 5.9 と推定される地震が東北地方で発生した模様です。震源地は福島県沖、震源の深さは50キロと推定されております。マグニチュードが 6.1 に変更になりました。マグニチュード 6.1 に変更になりました。津波の可能性もありますので、沿岸部にいらっしゃる方は海岸から離れるようにしてください。最大震度4、マグニチュード 6.1 と推定される地震が東北地方で発生した模様です。震源地は福島県沖、震源の深さは 50km と推定されております。規模の大きな地震です。沿岸から離れるようにしてください。東北地方太平洋側のエリアの方は、津波の可能性もありますので海岸から離れるようにしてください。引き続きお伝えいたします。最大震度4、マグニチュード 6.1 と推定される地震が東北地方の太平洋沿岸、太平洋沖で発生した模様です。震源地は福島県沖、震源の深さは 50km と推定されております。比較的規模の大きな地震です。津波の可能性も考えられますので海岸から離れるようにしてください。最大震度5弱の地震に変更になりました。最大震度5弱の地震ということです。最大震度5弱観測したのは宮城県の南部、福島県の浜通り。最大震度4が宮城県北部、宮城県中部、福島県の中通りです。津波の可能性もまだ考えられます。沿岸部の方は海岸から直ちに離れてください。沿岸部の方は海岸から離れ、なるべく高い建物の高層階ですとか高台などに移動するようにしてください。引き続きお伝えいたします。16時49分ごろ、東北地方を震源として地震が発生した模様です。最大震度は5弱、震度5弱を観測したのは宮城県の南部、福島県の浜通りです。震度4が宮城県北部、宮城県中部、福島県中通りとなっています。この規模、この地震による津波の可能性も考えられます。沿岸部の方は海岸から離れるようにしてください。引き続きお伝えいたします。16時49分ごろ、東北地方で地震が発生しました。この地震による津波の心配